皆さんこんにちは、かなえです。アメリカから帰ってきて2ヶ月経ちました。ようやく生活が落ち着いてきたので、今日は最近のルーティーンをシェアしようと思います。あと私の最近考えていることとか、アメリカであったこと、日本であったこととか、いろいろ話しているので、よかったら最後までご覧ください。おはようございます。眩しい。おはようございます。おはようございますしか出てこないな。今日は一日の様子を撮ります。朝が弱いので非常に眠いです。もう最近は東京は暖かくなってきたから、もう長袖で寝てるんだけど、もうこれじゃ暑くなってきたんで、そろそろ半袖だな。前髪どうなっちゃってんのこれ。ですね、眩しい。ブーストの家はですね、全然光の入らない家だったので、今は太陽が入ってとても嬉しい。あったか。日光浴でございます。ここでヨガしたら良さそうだね。こうかな。こういうさ、こういうなんか、こういうポーズあるやん。こういうポーズ硬い。これはやばい。硬い。もう3年浴びてなかった分の太陽を浴びている気分ですね。幸せだけどちょっともう暑いです。私ね、北海道出身なんでね、もう暑いよ。まだ5月なのにさ、20後半行っちゃってさ、ちょっと暑すぎない？北海道だったらね、これはもう6月、7月ぐらいの気温ですね。もう夏だよ、夏。これから夏が怖いわ。ネスカフェ、コーヒーはネスカフェです。これアメリカにもさ、ネスカフェ売っててさ、てかアメリカの企業なのかな、まあいいや。これ見て、すごい細かいの。粉が細かくて牛乳でも溶けるの、ほら、いいね。いつもコーヒー牛乳を飲んでるんだけど、今牛乳ないので豆乳で、豆乳コーヒー。これはボストンから持って帰ってきた。プリマで買った。ボストンにさ、プリマークっていう、まあ、ファストファッションのお店があったんだよね。ザラみたいな感じ。H&M 系。H&M とかよりかなり安いお店なんだけど、そこに雑貨とかもあって、そこで買いました。でね、そのプリマークは、広告に有名人を使わないとかで、広告料を下げることで、商品の値段を下げるみたいなことをしてるみたいで、タンクトップとかもなんか300円だったかな、それぐらいで買って、節約生活の味方でしたね。普通に服買ったり、本当庶民の味方だった。あれがね、さっき着てたパジャマもプリマークで買った。オーガニックコットン。安ければいいってもんじゃないじゃない。誰かが搾取されてんのかなとか思っちゃうんだけど、プリマークはさ、有名人使わないで広告料を下げるってすごくいいアイデアだなって思ってさ、いいね。ボストンには結構大きい店舗があるので、よかったら行ってみてくださいっていう。ボストンかなり狭い情報ですね。眠い。今日どうしようか。プールでも行く？うん、今日はプールに行きます。市民プールね。これ私の話を聞いてくれる？私金槌だったの。一回ね、溺れたことがあって、それから水が怖くて泳げなかったの。だけどこれ興味ないかな。でも泳げるようになったの。すごくない？夫と一緒に市民プールって教えてもらったらさ、泳げるようになった。イエーイ。大人になって泳げるようになれるんだと思って、すごく嬉しかったの。だからみんな泳げる？いや、なんていうの、大人になっても泳げるようになるんだと思って、泳ぎ頑張ってる人は一年頑張ろうっていう。いないだろう。いるよ、泳げない人いっぱいいるんだから。うん、今はね、また泳げなくなっちゃって、本当は私は顔を出して平泳ぎをしたいんだけど、まず平泳ぎができないから今平泳ぎの練習してるんだ。で、息継ぎが怖いわけ。息継ぎしたら水入ってくるからさ、できないんだよね。だから15メートルぐらいこう息継ぎなしで行って、ズボーンって上がって、いやーって言って、あと半分泳ぎ切るみたいな感じのことをしています。
なんかアメリカホテルに泊まったりしたらさ、プールがついてるとこ多くて、しかもなんか友達の家にはさ、マンションにプールがついてるわけ。珍しくないんだよ、なぜか。日本でプールついてるって言ったらさ、なんか結婚式場か超お金持ちじゃん。だけどそんなことなくて、もう少し多いみたいで、もちろんうちにはなかったんだけど、なんかピッポピッポうるさいね。頑張れよ。ゴーグル日本に置いて行っちゃったんだよね。だからさ、ゴーグル持ってったらさ、もっとホテルのプールでさ、こう泳ぎの練習できたかなと思ったりして。でもみんなそんなところでガチ泳ぎしないか。ふかふかしてパチャパチャするのかな、みんな。あとアメリカのプールすごい深かったね。みんな背が高いからか、もう私が埋もれちゃうぐらいの。ホテルのプールこんな感じでした。手前がね4フィート4インチ、向こうがね6フィート10インチなんで、めっちゃ深かったです。まあ、深さがあって怖かった。泳げないから余計怖かった。もう端っこに捕まって、もうプル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 ってしてたよ。動画にしてないけど、旅行に行った時プールがあったら絶対プール訪問してたね。だから旅行行く時、ゴーグルあったらいいよ。ガチ泳ぎする人いないか。ダメだね。じゃあなしで。ああ、分かった。朝ごはんは、朝はなんかお腹空かないから、お腹空いた時だけ食べて、普段はいつもコーヒー牛乳を一杯飲んでかな。みんな朝ごはん食べる？食べた方がいいのかな。なんか朝はエネルギー大事とか言うじゃん。朝抜いてさ、なんか腸内環境を整える系のさ、やり方もあるじゃない。私はね、それをやったらね、結構体調を整った。でも食べたい時は食べた方がいいんだよね。お腹すいたら食べようかなと思ってます。あとは朝寝起きでさ、そんなことしてる余裕がない。朝ぼーっとしてたらもうなんか2、3時間経ってしまう。みんなのおすすめの朝ごはんはありますか？じゃあ顔でも洗うか。洗顔、このクリニックの支給品がまだ残ってるので、これあと洗顔ネット。私朝顔洗うのが苦手なんだよね。っていうか、なんかめんどくさくて顔洗わないまま過ごしたいわけだけど、油ですごいじゃん。だから顔洗えた日はすごく自分を褒めてあげるの。よく顔洗いましたって。顔洗うのってなんかさ、めんどくさいんだよね。今日も顔洗って偉いわ自分。国人様は中学校の時からお世話になってます。こういうさ、薬局で買える化粧水がさ、恋しかったよ。高かったんだもん、アメリカで。だからアメリカにある化粧水とか試してきたけど、なんか潤い系じゃなくて、なんかさっぱり系だったんだよね、アメリカは。なんかコットンに浸してさ、拭き取る系の。だからなんかこの潤い系あるの嬉しいな。ヒールズ保湿クリーム、これアメリカで買った。なんか日焼け止めがちょっと入ってるの。 SPF ね30。なんか日本帰ってきてからしょっぱいものをよく食べるからか、顔むくむわ。ラーメンが高かったし、ラーメン屋さんあんまなかったから、ラーメン食べるのってなんか数ヶ月に1回だったんだよね、ごちそうとして。だけどこっちはさ、ラーメン屋さんいっぱいあるからさ、いっぱい食べちゃうわけ。なんか3年分のラーメンを今食べてるよ、2人で。だからラーメン屋さん行くと次の日顔むくみやすい。スープが美味しくて飲んじゃうんだよね。あれは罪だよね、本当。罪。ラロッシュポズネ下地兼日焼け止めらしい。歯ブラシ、これフィリップスのソニキア、これアメリカでアマゾンで買いました。ガムってさ、これ英語でさ、歯茎って意味なんだよ、知ってた？私は知らなかった。この詰め替え用を使ってるっていう。早く買わなきゃね。これなくなったら詰め替え用じゃないやつ使うわ。手洗いで包丁とかだけ。警察が家に来ることってあるの？ちょっと危ないかな。皆様にお願いをして
ているんですけれども、はい、巡回連絡というものがあるそうで初めて書きました。俺みんな書くの初めてだったよ。私すごいね。季節頼んだぞ。今日はずいぶん暑いので冷やし中華が食べたいと思いスーパーに行ってきます。イエーイ。これ1回でなくなっちゃう。帰ってきました。いっぱい買った。今日は冷やし中華。こういうのも買いました。桜エビ。こういうの高かったんだよね。よし、じゃあやるぞ。もう切れない。こんなになっちゃったよ。もういっか。ハム、こうか。じゃーん。よし、できました。冷やし中華。チャリラリン。あとオクラ、カツオ、そして醤油。はい、最高。ガクはね、取った方がいいんだよ本当は。そう。あとね、塩でゴリゴリしてこの毛を取った方が美味しいんだって。まあやんないけど。いただきます。冷やし中華始めました。今日はぴったりだね。うん、オクラうまい。ずっと冷凍のオクラばっかり食べてたから生のオクラは美味しいですね。わーい。本当は卵、錦糸卵にしたらあったけどちょっとやめました。省略。わー、美味しそう。こういう中華麺が食べたかった。冷やし中華は考えれなかったね、さすがに。作ろうって。夫婦じゃないわ。夫婦しちゃった。うん、うまいわ。きゅうり、うん、日本のきゅうりシャキシャキだね。ハム、うまいな。ハム、この甘酸っぱいタレがいいんだよね。これを食べると夏が来たって感じがするわ。日本は四季折々でいいよね。うまい。残念ぶりですよ。この甘酢だれがやっぱいいよね。美味しいね。同じような麺なのにバリエーションが豊富。でも冷やし中華始めましたってさ、夏じゃん。でもまだ5月早くない？早めに始めました。冷やし中華早めに始めました。私たち3人前を半分こしてるんですけど、スープは減塩のため2個で食べました。残したらもったいないじゃん。この貴重なスープをさ、残してしまうのはもったいないんですよ。なので麺は3つ、スープは2つ。これは再利用、楽しみだね。平和だな。今日はこの後ご飯を食べて、もう満腹になって眠くなる前にプールに行きます。市民プール、イエーイ。もう眠たい。ご飯食べたらすぐ眠くなる。でも寝たら終わりだ。眠い。寝て起きればいいんじゃないの。ダメ。今まで何回過ごして起きれなかったことか。昼寝って危ないね。私あの昼寝してこうすっきり起きれた試しがない。もう寝起き最悪に悪いし、何もしたくなくなってそのまま一日が終わるから、昼寝は絶対しちゃいけない。でも眠い。ネギ、玉ねぎ、キャベツ、トマト、あー大葉買えばよかったね。キウイ、サバね。今はですね、私あの買ったものさ、何入れたか忘れてさ、すぐダメにしちゃうんだよね。だからもう自分で覚えてられないのでメモして冷蔵庫にペタって貼ろうと思って書いてます。冷蔵庫に置いてさ、買ったことを忘れて食べるの忘れてさ、賞味期限切れちゃうんだよね。まあちょっと切れたぐらいだったら食べるけどさ、でもなるべくメモしてやっとこう。よし、プール行くか。飛ぶ。とりあえず行ってきます。垂れ目にして。
目見える？あれを言えずに意味がない。なんか釣り目にしてると結構強そうな感じに見えちゃうからさ、これが釣り目。ちょっとなんか強そうじゃん。だからこう可愛げのあるから垂れ目スタイル、こういう感じですよ。こういう顔がいたら私です。プールに1時間行って帰ってきて昼寝をして今です。今は緑茶を飲んでおります。日本グリーンティー、イエーイ。そしてお茶菓子はこれ、これは抹茶の抹茶。あ、最高だね。お茶に抹茶だって、うん、うまい。そして食べる小魚、小魚アーモンドの小魚だけのやつ。うん、カルシウム、うん、おいしい、おいしい、うん。あ、塩がついてないのかな、うん、あ、これカザクチイワシだけだ。これそのまま食べていいの？食べる小魚だけ。そうかそうか、小魚アーモンドってさ、向こうにあったっけ。そうコストコに日本のものだっけ、あれ日本のあの商品が売ってて、そこで小魚アーモンドを見つけてすっごい美味しかったね。うん、もう食べ放題、魚。プールでさ、なんと平泳ぎで25メートル泳げました。人生初です、嬉しい。ついに私もこんな日が来るとは思いませんでした。なんか息継ぎが苦手で、息継ぎするたび水入ってくるし、なんかそうするとパニックになっちゃって、やばい溺れちゃうとか思って、そしたら怖くなってこう足をついちゃうんだよね。だけど今回は行けた。何度目の挑戦だろう。でもすっごい疲れた。いい報告ができたね。前の家は年中ライトつけてさ生活してたから、そういうなんか日が長くなってもあんまり恩恵受けられなかったけど、ようやく日が長い恩恵が受けられる家です。夕方なのにこんなに明るいんだって結構びっくりしちゃう。これ止まんないね。これいいわ、しょっぱくないから。今日はいい一日だったな。平和ですね。これから何しよう。これから編集でもするか。してないかな。ずっと週2回さ動画を出してたんですけど、最近は週に1回とか出せるかなぐらいで、新しい動画を出したい気持ちがあるのにそれができなかったんですよ。動画を撮ったとしてもなんかこう編集始められなかったり、編集始めてもすぐ違うこと始めちゃったりとか、 YouTube とかさ Netflix も楽しくて、あとネットサーフィンとかしちゃってずっと携帯見ちゃったりしてさ、いやいいんだけど、いいんだけど、やっぱ私はこっちその編集をしたいのにできないっていうこのもどかしさ、動画出したい、みんなに見てもらいたいって思う気持ちと、それができない、なんかすごく最近落ち込んでたんですよ。夫がね日本に帰ってきて忙しくて、今までより一緒に入れる時間とかがかなり少なくなって、向こうの気持ち的にも余裕はないし、でも私たちって今まで YouTube 始めてからずっと2人でやってきたんですよ。動画には出てこないんですけど、私を元気づけたりとかね、なんかいろいろサポートがあったんですよ実は。だけどその夫のサポートが受けられなくて、自分一人でさ自分のことを管理できなくて、でそれでまた落ち込んでさ悪循環だったんですよ。だけど夫に言われたのは、今まで2人でやってきたものを急に1人でやってできるわけないよって言われた。すごい心理カウンセラーみたいなんですよ。的確なことばっかり言ってくるんだよね。ああなんかその通りだなっていう思う自分と、いやでもなんか今まで1人で頑張るもんみたいな感じで、こう自分ならできるはずってできていたいっていう理想の自分とがいて、こう喧嘩してた。夫も忙しそうだし、なんかあんまり負担かけちゃいけないかなって思って、こう遠慮してた部分もこっち来てからあったから。だけどやっぱり苦手なものは苦手だから助けてほしいって自分から言って、夫ができる範囲で助けをしてもらったりしていこうかなと思った。その分夫はさいろいろ大変だから、なんか私ができること、まあお部屋をきれいに保つとか、おいしいご飯作るとかさ、そうだね、帰ってきたらこういたわる、 なんて言うんだっけ、いたわる、あーお疲れ様ってねぎらう、そう、私が元気でいることで夫にも元気をこう分けてあげる、私が苦手なとこ助けてもらう、助けてってもっと自分から発信していくっていう風にしようと思った。やっぱ人は一人では生きていけない。全部自分でできたらいいんだけど、まあしょうがないね、得意じゃないんだからね。私が苦手なことは
集中すること。集中し始めたらさ、いいんだけど、あんまり波に乗れないんだよね。毎日同じパソコン開いて30分間やりますとか、そういうのが苦手かな。なんかやってたらさ、こう目に入ったものにさ気が移って、なんか違うことを調べ始めてたりして、なんか脱線しちゃうんだよね。得意なことは、あのいろんなことを考えることとか、アイデアがすぐ浮かぶこと、あとこうやってベラベラさ皆さんと一緒にお話しすること。もうさ、月に1回でもさ YouTube 出してるだけでもすごいよね。ということでした。最近あのエコとかさ、 SDGs とかさ、持続可能な、そういうのよくあるし、エコが大事ってよく言うけどさ、プラゴミを減らそうって言ってエコバッグいっぱい買うのってなんかエコじゃないなって思って、だから私はずっと同じエコバッグを使い続けたりしてるんだけど、エコな商品を新しく買うっていう選択肢もすごく大事だと思うけど、今はさ時代がエコな時代じゃん。だからエコをさ大事にしてますって企業が言うとさ、やっぱり私もエコ意識してるからって言って買う人が増えると思うんだけど、でも本当はなんかエコじゃない企業とかもあるらしいじゃん、口だけの。だからなんかそういうのってなんか見分けるの難しいけど、正しい知識をつけてこう見分けられるようになったらいいなって思うし、そもそもやっぱ必要ないものをさ買わないこともさエコだなって私は思うから、同じ服を大事に着るとか再利用するとか、そういうの私は大事にしてるから、あんまり服を買わないです。地球にとっては人間ってすごくわがままなんだろうなって思って、地球のために何とかしようってすごくそれっぽいこと言うけどさ、やっぱり根底にあるのはさ、人間である私たちが快適に過ごせるためじゃない。人間ってなんていうか自分勝手なんだろうなって、なんかよく分かんなくなっちゃった。まあとにかくあの私はあんまり安くてすぐダメになるものを買わないようにしたり、長く使えるようにちょっと意識して生活してます。野菜の皮は剥かないで食べるしね、栄養満点。今はさあのニュースピックスっていうニュースサイトを見てたんですよ。そこになんかエコの記事があって、徹底検証その消費本当にエコですかっていうやつをね、記事を読んで夫とどうだろうって話をしてたんですよ。だからこういう話になりました。みんなはどう？すごくいい記事だったね。やっぱり無関心が一番ね良くないって書いてたよ。大事なのは関心を持って正しい情報をあの持つこと、そして自分にとってベターな選択肢をしていくことだって書いてた。難しいね。とにかくあまり買わない、あるものでやりくりするしてみる、私の価値観的にはそれがエコだなって思うからやってます。みんなはどう？なんかいろんな考えがあっていいって言ってたよ。だからみんなの価値観と正しい知識を合わせて自分のエコを探してみてください。は？急にエコ講座。サバ、ぬか漬けのきゅうりを買ってみたよ。じゃーん。これで何なの？ぬか漬けってさ、正直何なんですかね。うん、あ、酸っぱい匂いがする。豚タン。豚トロ。食べたかった。薄切りカルビです。乾杯。ジーン。これはプレミアムモルツマスターズドリームだって。ムロカマスターズドリームハーモニーオブヘリテージ&イノベーション。これ1本270円もした。高っ。高くない？まあいいか、今日は特別だ。チーン。あー、うまい。甘夏うまい。これはね、ろ過してないからちょっと濁ってて、うん、全然違い分かんない。うん、酵母が感じる。私ビールって苦手で、いつかはこの苦さが美味しくなる時が来るんだろうなって思って、もう10年経ったけど全然美味しく感じないね。私はやっぱり甘いお酒の方がまだ美味しいんだよね。ほろ酔いでほんと十分酔える。ほろ酔い最高。今ご飯をね炊いてるの。
あともう少しで炊き終わるから、そしたらお肉を焼きます。酒のつまみはぬか漬け。うん、塩気と酸味となんか旨味があるね。ぬか漬け美味しいね。苦手だったけどうまい。美味しいわ。ぬか漬け作るか。ぬか床腐らせそう。絶対ダメだ。今日泳いだから運動した後のお酒は最高だね。平泳ぎ、クロール、強い泳ぎできますか？私はできないよ。あとバタフライとかもできない。犬かきはできる。結構早いよ。お腹空いたままお酒飲んだらね、酔いが回っちゃうんだよね。あー、もうちょっと酔ってきたな。この休日のさ、この普通の日常が何よりもいいね。お出かけするこう非日常感もいいけど、この超日常が私は大好き。よし、肉焼くぞ。イエーイ、肉肉。油飛んできた。おお、よいしょ。クルビ、いい音。弱くていいか。もういいかな。これはうん、肉が焼けました。いただきます。おー、焼肉のタレも久しぶりだね。嬉しい。ニンニクトッピングしちゃったんだから、焼肉屋さんみたいだね。いただきます。うまい。うまっ。うまい。タレが美味しい。タレ美味しい。トントロ。胡椒でやってみようか。輸入した塩。なんだっけ、マルデンみたいな。モルデンみたいな。あれ、それモールデン。それボストンの地名か。なんかイギリスの塩らしいよ。海の味。え、嘘。お家で焼肉いいね。ちょっと臭くなっちゃうけど、この焼肉のタレでさ、ご飯食べれるね。肉なしでいい。あとうなぎのさ、蒲焼きのタレ、私あれうなぎなしでいい。えのきは美味しいね。この食感、シャキシャキ。いや、やっぱ我慢した回あったね。なんかアメリカにいるとき、日本のものは高いから、アメリカでが普通に食べられてるものを買った方が節約になるなって思って、我慢してたわけ、日本のもの。だから我慢した回あった。もうすべてに感動。全部美味しい。もう祖国の味が美味しくないわけないもんね。ほんと美味しいわ。この焼肉のタレとかすごい美味しい。天才だ。あー、うまっ。明るくなりました。はー、もうお酒も回っちゃったね。明日何食べる？食べてるやん。なんか食べることが楽しみだよね。なんか作ることと食べることが、お昼食べてすぐに夜ご飯何食べるみたいな話しちゃうんだよね。明日の朝はパン買ったから、ハムチーズトーストとかしたいな。明日筋肉痛になるかな。今日いっぱい泳いだから。なんか運動した次の日筋肉痛になると嬉しくないですか？私は結構運動したなって感じてるから嬉しい。うん、これ美味しいね。今日皆さんは何食べましたか？焼肉と言ったらやっぱり、言ったらさ、やっぱりエッパラ焼肉のタレ、同じ。それにすればよかったね。なかった。あとジンギスカン、ジンギスカンのタレ、なんだっけ、 CM、 ジンギスカン、違うね。なんかジンギスカンのタレのさ、北海道民の皆さん、ジンギスカンのタレの CM ありませんでしたっけ？あれ、なんだっけ、なんかあった気がする。あれ、北海道民が聞いたら絶対わかる気がするけど、今思い出せない。あ、くそ、北海道民なのに思い出せないな。思い出せない。
でも北海道はやっぱりジンギスカンが、羊の肉がね結構有名だから、バリバリ夕張り、もう画面の向こうの北海道民がみんな聞いたことがあるぞってなってる、絶対。あと埼玉県民はほら風が語りかけます、うまい、うますぎるだけ。十万石まんじゅうっていう CM、 あの夫が埼玉県民なんでね。あーなんかジンギスカンのあれなかったっけ、もう思い出せないな。思い出せた人いたらちょっとコメント欄で教えてください。タン焼くか、タンと舞茸を焼きます。じゃーん、立派な舞茸。舞茸、これもアメリカになかったね。マイタケ、よし、行くぞ。チョン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 、タンタン、美味しいね。トンタンはうまいな。トンタン、トンタン。MTK、一応割り、舞茸です。MTK でかくない？サンゴみたいだね、形がね。うん、すごい香りが高いね。これはなんか、炊き込みご飯にしたいわ。うん、美味しい。舞茸美味しいね。私さ、あの小さい頃食わず嫌い結構あって、椎茸が嫌いだったんだよね。でも、ある時、椎茸嫌いが治ったの。それはね、学校で椎茸を作って、自分で作った椎茸を食べたの。そしたら美味しかったそれ以降椎茸克服しました。美味しかったなっていう唐突な椎茸情報。でもみんなもそういうことない？なんか食わず嫌いで食べてみたら美味しかったとかさ、自分で作ったものは美味しく感じるとかさ、あるよね。なんかうどんもさ、打ったことあるんだけど、なんか自分で作ったうどんは格別に美味しかったね。でもそれと同時に、やっぱプロが打つうどんってすごい美味しいんだなってそれも思った。うどんといえば、昔4年前ぐらいかな、あの四国旅行をしたことがあって、それで香川県でうどん屋さんはしごしたんだけど、すごく美味しかったよ。四国すごくいいとこだったね。四国はまた行きたい。瀬戸内海がすごく緑色で綺麗だったね。でご飯美味しいし、山もあるし川もあるし、なんだっけ、あの有名な川なんだっけ、四万十川、うん、どういう字、ああそうだ、四万十川だ、四万十川。ああむず、これあの外国人にとっては激ムズワードだね。四万十川を見に行ったんだよね。そして橋がかかってるんだけど、沈下橋って言って、なんか水の水位が上がると沈む橋なの。だから橋の両脇にガードレールなくって、車がギリギリ 1台通れる幅しかないわけ。そこを歩いて渡ったんだけど、なんか柵がない分すごく景色が綺麗で、で前から車来たらさ、ちょっと端っこに避けたりして、こういうとこで暮らしてる人がいるんだと思って、新しい世界が見れてすごく興味深かったし、楽しかった。楽しかった。また行きたいね、四国。また今度旅行でも行きたいね、落ち着いたらね。九州も行きたいって言ってたけど、四国もまた行きたいし、もう私行ったことないのいっぱいあるからさ、47都道府県回ってみたいわ。まず東京も全然知らないし、てか地名が読めない。ようやくなんかなんとかなく土地勘がついてきたけど、地下鉄とかいっぱいさ路線があるからさ、なんかどれに乗ればいいのか分かんないし、前地下鉄乗ったら全然逆方向の乗っちゃったりしてさ難しいね。地名が分かんないとどっち乗っていいか分かんないもんな。上りも下りもないもんな。そうなの。だからそれを乗りこなしてる人たちすごいわね。はい、ということで今日は久しぶりにルーティーンを撮ってみました。最近はこんな感じで過ごしています。これはね、今日は結構調子のいい方だったね。いろいろ掃除もしたし、買い物もしたし、出かけたし、うん、かなり調子のいい日だったけど、天気もいいしすごく楽しかったです。はい、いろいろお話聞いてくれてありがとうございました。またマイペースで動画を上げていこうと思いますので。
また動画見に来てください。ではおやすみなさい。衣替えした。